皆さんこんにちは非常識な経営コンサルタント高橋孝子です本日のテーマは9割の先生が気づいていない売上を簡単にアップする体験会成功法則5つのコツちょっとタイトル長いな <laughs> はい、こちらをね今日はお伝えしていきたいと思います、えー、皆さんがいろいろな講座を販売していく上でま体験会とかお試しレッスンとかまあちょっとした説明会とか まあ、いろいろな形あると思うんですよ。で特にうんそうですね、コースレッスンとかあとは高額講座、まあ、10万円以上ぐらいから皆さんの領域だと合格っていう言葉になりますかねうんとミドルぐらいの感覚の方もいらっしゃるし30万円以上ぐらいを高額って思う方とかもいらっしゃるので人によってちょっと感覚は違うんですけれども、まあ、とにかく 単発が5 6千円から1万円ぐらいだったとしたら、まあ、それよりも高いコースレッスン5万とか10万とか15万とか20万30万50万70万100万とかそういうものが、まあ、うん講座としてあったとするじゃないですか。でその講座を販売する上で、まあ、皆さんもあの何かね高額商品買うときってお試しとかってやったりしませんか例えばう えーとすごい、家電製品でいうと,、えー、と、掃除機をね、ダイソーの掃除機を買うとかいうと、あれ、お高いじゃないですか、普通に8万とか10万とかしちゃうじゃないですか。やっぱり家電量販店とかね 行って実際に動かして重たいのかとか吸引力どれぐらいなのかとかやっぱり試すじゃないですかああいうのと同じように講座もいきなりはそれを買わない人が多いですよねそうすると何かしらの体験会とか説明会とか個別の相談会とか何かしらそういうものを得て申し込みになるケースが多いんですよでその時に まああの体験会ないしは相談会、説明会が成功するポイントっていうのがあって、まあ、これが理解できて上手にできると、実は簡単に売り上げってアップするんですね。でしかも、9割以上の先生がそこら辺よくできていないということがあるので、えー、それを今日は題材にお話をしてみたいいと思います、はい、それでは本題に入りたいと思います。 えーまあ、ちょっとね、大げさに9割の先生がっていうふうに言ったんですけども、ポイントは、売上が簡単にアップするなんですよ。これ、どういうことかっていうのを説明するんですけれども、あの皆さんがすごく興味があるのって、教室の先生ですよ。集客なんですよ。で、これは間違ってはいない。間違ってはいないんです。だけれども、 あの私営業長かったんですよね営業部長もやってたことがありますしでその時に何が重要って言ったら集客のスキルもさることながら制約のスキルの方がはるかに大事なんですよ。はるかにです。つまり100人集めることができて1人も決めることができないトークをしてしまうタイプの人はずっと決まらないんですよ。 だけれども、1人の人を1人で決めていく、1人の人が喜んでありがとうございますって決めていく能力がある人は、1人で1人決まるんですよ。ということで、5人欲しければ5人でいいわけですね。100人集められてもゼロの人って500人集められてもゼロの可能性が高いんですよ。それは、えー、ポイントとなる部分を外しちゃってるからなんですよ。 で私が営業職から実際に自分が教室をやってでさらに人にねあのノウハウとかを教えるようになって一番感じて一番最初に手こ入れするのは実は制約のスキルなんですよ。制約って皆さん習わないでしょうおそらく教室の先生営業嫌いだから。で営業っていう言葉も勘違いされてること多いんですけど営業ってあの売り込みじゃないですからね。 あの言っておくと営業はプレゼンンテーション提案なんですよ提案つまりその困っている人に対して私が持ってるこのツールをこう使えばあなたは幸せになれますよっていうプレゼンテーションだけなんですよね。これを無理やりゴリゴリ売ってるから営業嫌いですとかっていう勘違いしてる人いるんですけれども違いますよ <laughs> あの。営業プレゼンンテーションです で、それが欲しいと思うかは決めるのはお客様。ということは、プレゼンテーションがどれだけ上手にできるかということがポイントになります。いや、私、そんなのやったことがないし、とかね、いいんです、全然。あの、誰にでもできるんだけれども、あそれを意識してできるかできないかが、すごく大きな分かれ道になるので、それを今日はね、5つのポイントに分けてお伝えしていきたいと思います。えー、とまず1つ目が、 例えばその体験会に来る人とかね、あのその人から見た状態で、未来が見えるということなんです。要は体験会に来たりとか、何かサービスを買おうっていうことは、何かしらうん不満があったりとか、現状に満足していなくって、よりいい未来が欲しいと思っているから来るわけなんですよね。なのでその、あここに来れば私の未来っていい感じっていうのが、 理解ででききればすす。ごくく欲しいいとと思う状況に気持持ちを持っていくことができますなのでまず1つ目が未来が見える見せることができるかっていうことですねこれポイントですで2つ目、えー、信頼できる人として認定されるかどうかこれ結構ねあの何、ー、て言うのかな残念な先生多いですよ あの私いろんなね先生とお話をするんですけれどもあのすっごいスキルがある方いらっしゃるんですよ。で自信がないって言ってる先生ってどういうことになっちゃうかっていうと体験会とかそういう何かあの提案しなきゃいけない時とかに。 卑卑屈屈ななな態態度度になっちゃうんですよ卑屈な態度つまり自分がお客さんより下の位置で買っていただくみたいな形に下が自分で下げちゃうんですよ。そうすると、いかがですかあた,た高いですよねとか <laughs> 言わなくてもいいこと言っちゃうんですよ。自信がないから。なので、ここはやっぱりですね、そのお客様、生徒さんに対して、その人が、 いい状態になれるっていうふうに確信してるんだったらやっぱ言い切ってほしいんですよね、断定系で。あ,あいいんです、今決めなくてもいいんです。え、なぜですかって言って、今変わった方がよくないですかなぜそういうふうにあの後ろへ後ろへ下がったセリフを言ってしまうんですかっていうのがすごく気になります。なので、そういう後ろ後ろに下がる発言とか、いいんです。あ ですよねとかいうちょっとね自分を卑下するような態度になるようなタイプの人って信頼されないんですよ。あのはったりっていう言葉が、ね、ありますけれどもあ,のある程度ですね例えばそれを購入しようって決めるっていうことはその価格を払おうという痛みをその人は伴うわけですよ。ということはその相手の人が私の痛みを受け取って 何かかいいことしてくれる人なんですか信頼できる人なのかっていうことを認定しようとしてるんですよ。その段においてあすごく卑屈な態度を取られたりとかいいんですよって言って謙遜するような態度を取ったりとかよりも絶対によくなるから一緒に頑張りましょうとか楽しいですよやっていきましょうっていう、まあ、笑顔と断言その人が信頼されやすいんですよ。 だからそこをめちゃめちゃ自信がないふうに言うと講座の魅力が半減どころか自分の1レベルになりますのでと同時にその人自身が信じられないという状態になっていっちゃうからすごく損です。知識とかスキルがあるとかないとか関係なくてあの信頼してもらえるかどうかっていう部分は そのお客様にとってあこの先生にお願いしたら私の未来ってすごく良くなるって確信持ってもらえるかが大事なんで、まあとだから見見ててててくくれれも大事ででですすよあの見てくれっっいいううのは清潔感っていう意味でですたまに遭遇する先生とかいらっしゃるんですけど自宅教室だから仕方がないっていう部分があるのは分かるんですが家事子育て やつれて疲れて身だし並みもなんだかちょっと貧相な感じボロボロみたいなタイプの方もいらっしゃるんですよこれリアルの時だともっと最悪な感じなんですけどズームレベルでもそれはちゃんと出てますはいやっぱり身だし並みとかきっちりしてる感じ えー、活力にあふれている明るい先生の方にやっぱり習いに行きたいですよね。だから表情が暗いとか言葉がボソボソしているとかものすごく当たり前なことなんですがまあできてない先生もいらっしゃいます。はい。これはもう ちょっと耳痛いかもしれないけれども声,がは声に張りがあるっていうだけでも信頼感結構ましましになるので自分が声小さいなあというふうに感じている人は少し張りを持ってあと少しゆっくりめにしゃべる聞き取りにくいから特にズームとかだと早口の先生も結構多いんですけどねそういった方はあの意識していただくといいかなと思います。はい で3つ目、ですね、えー、とメリットとか得を感じるようなプレゼンテーションができているかということです。あのその人にとって得なんので、うん、違う人にとっては別に得でも何でもないということがありますで。得っていう言葉を言うと、皆さんすぐ割引のことを、ね、持ち出してくるんですけど、得って必ずしもお金だけじゃない部分があります。あーっともちろん、ね、大きいんですよ、値引きとか割引っていうのは。 だけど、それに頼った形だけで募集をしてしまい自分のサービスがどのようにその人にとっていいのかっていうところを飛ばして金額だけで歌うタイプの方も多いんでそこは説得した上で金額がこういう金額になりますよって言われれば納得してもらえるのでこのメリット、得を感じるっていうのは相手にとってどういう得があるかっていうのがプレゼンテーションできるっていうのはとても大事になります。で4つ目です。 現状の悩みが解消されるかということになります。悩みは欲と言ってもいいでしょうね。もっと良くなりたいっていうのは欲になります。これは辛いから嫌だっていうのは悩みの方になります。悩みの方が基本すぐに買ってもらえる確率は高いです。悩みが強ければね。ただあのその分期待値も大きいので期待値が。 いまいちな状態でお金を受け取るようなときには、反動ですごいクレームになるときとかもあります。悩み物だったりすると。欲っていう方に関しての方が、まあ、さらにプラスアルファとかっていうところなんで、人によっては欲の方がお金を払う方もいらっしゃいます。はい、こうなりたいとかっていう、ね、お金に余裕はあれあるんですよ、もちろん。 そこはどのターゲット、どのタイプの人を集めているかによって対応が違ってくるんですけど、現状の悩み、欲が解消される、えー、ものであるということが理解できるかどうかですね、はい。これ大事です。で、5つ目、これも結構ポイントですよ。そこまでいい内容を説明しているにもかかわらず、必ずず、 欲しいと思ってもらえるところまで理解してもらえてないと決まらないです。はい。だから必要だと感じてもらえるようなストーリーが必要になります。はい。これがね、まず5つのポイントなんですよ。じゃあ、この話をするために、えー、皆さんが、えー、一番最初に気をつけてやっていかなくちゃいけないことって何だと思いますかこれ えっと栄養の時もそうだったし、えー、先生の話を聞いていても成約率が低い人には共通している点があり成約率が高い人にも共通している点がありますそれは何でしょうか、はい、ちょっと考えてみてください、はい、ではですね答えを言いたいと思います、えー、っと今の、ね、5つのポイントを話すということは その前にお客様の状況をきちんと把握してないとこの5つのポイントって言えないんですよ。ということはつまり聞き上手であることが制約に向けては一番大事なスキルになります。これ、あのー、意外に思うかもしれないんですけれどもよくできる営業の人ほどポ,ポイントは押さえた質問はしますよ。だけど 喋ってるのはお客様なんですよ結構要はそこの中から解決案とか一番いいプランを考えていくので私も初回面談の時には現状把握があの大事でその人が何を肝にすごくつらい,い思いをしていて未来どんな姿になったらめちゃめちゃ嬉しいのかっていうそこにポイントを絞ってどん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 質問していって内容を構築して。 こんなことが私の講座では叶いますよという提案をすると、ほぼ十中八句決まります。決まらないケースの方が少ないですね。本人が問い合わせをしてきている時にはということですけどね。だから、あのー、これを受けると私の喜びが増すっていう未来が見えるっていうことがとても大事なので、質問力と傾聴力ですね、これがとても大事になってきます。 でまあ、あの余談ですけれども、これを悪用すると、まあ、悪いことにも使えるんですよあ。詐欺師にもなれます。だって、詐欺師って上手じゃないですか。あれって喋るのが上手っていうよりはですね、聞き上手なんですよ、やっぱり。その人の懐にするっと入る。だから、もったいないんですけどね、詐欺師の能力あれば、普通にまっとうに営業の仕事しても、普通に物を売れるはずなんですけどね。 はい、あのそれぐらい同じスキルなんですよ。よく売れる営業のスキルと詐欺師のスキルまあ、だから営業ってうさんくさいと思われる仕事の1個なのかもしれないしコンサルタントもねなんかあの嘘っぽいとかね信じてもらいにくい領域のあ職業の1個なんですよね。まあ、それは私もあのいろんな人のね評判とかを聞いて理解はしているので。 あの自分はもちろんそうではないんだけれども、えー、こんな形で動画でお話しすることによって信じてもらってあ信頼してもらえる確率を高めるっていうふうにやっていくことができるのであ皆さんもねあのやはりご自身に合う方とうまくお付き合いできる方がいいじゃないですかだから SNS の発信って必要なんですよ。 ギャップがある方を集めてしまうとお互いに辛いからなので自分の等身大を分かってもらってそれで来てもらうっていうのがやっぱり構図としては正しいかなというふうに思いますなので、あのー、体験会とかが、ね、決まらない人って講座の良さばっかりをねなんかねすっごいアピールするんですよそれ決まんないです まあ決まるる場合もあるけどね要はな何を求めてその人がその講座を欲しいと思ってるか聞かないとピンポイントでその講座の活用方法を教えてあげられないので決まらない人ってそれができてないケースがすっごい多いんですよ。 なのであの最近あの体験会とか制約率が高くなってきた人の報告とか嬉しい報告なんですけれどもそれを聞いていると聞き方が上手になってる聞き上手になってるなっていうのがすごく感じるところです。ですから今あの売上が欲しいとかって思ってる人は集客量を増やすよりも その集客できてる人に対して100%の制約率ならどうやったらできるのかっていう方向に思考をシフトする方が簡単に売り上げ上がります。そのインパクトってあの実際にね私のクライアントさんが決まりにくかった人に決めるための,その考え方とか喋り方、まあ、トークの順番とかこういうところを注意したらいいよっていうと30万とかの商品とかもボコボコ売れるようになるので。 あの売れるようになるなと本人も、ね、自信がついてくるからだから結局その講座がしっかり練られたいい講座だったりすれば話を聞いてあげてそれに対応する未来の姿を見せてあげるだけで基本決まるんですよねなので集客量が少なかったとしても売り上げは上がりますそちらの方が省エネでいいですよねっていうのが私の持論なので、えー、私は集客も教えますけれども 制約率が低い人は先に制約率を上げるスキルの方を磨くことを中心にアドバイスをしています。はい、ですので今日のポイントはそんなところになります。ではまとめていきたいと思います、えー。9割の先生が気づいていない売上が簡単にアップする体験会成功法則5つのコツ、えー。まず1つ目、未来が見えるということ。2つ目、信頼できる人として認定されること。 3つ目、メリット、得を感じてもらえること、4つ目、現状の悩みが解消されるということ、5つ目、必ず必要だと思ってもらえること、この5つのポイントを理解して、えー、ヒアリングをしながら、その方に合ったアドバイスをする、合った体験をしていただく、これだけでね、制約率かなり上がるはずです。はい、ぜひご参考にしてみてみくださいそれでは